はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。さあ今回は殿堂入り編ということでレジェンドカップ戦っていきたいなと思います。はい、そしてもうね能力の方はすでにマックスになっているので変わりないといった感じですね。で技もこんな感じで、はい、しっかり覚えてると。でね、今回新技も試していきたいんですけど、まあ本データの方では覚えてるんですけど、この時はまだ覚えてないんで、まずはポリトカと戦って、次にですね新技の方をちょっと見せていって使っていってですね、でモスト戦戦って、そういう流れで、はい、行きたいなと思います。でまずポリトカですね。まあポリトカはね、こなきじじいに任していいと思うんですよね。指示なしで行ってどういう戦いするか。モストもそれでいいかな。あ、でもいろんな技使っていきたいっていうのもあるから、モスト戦は指示しているかもって感じで行きますか。さてさて、でホリーが来てですね、で戦いますか。で情報は悪ですね悪技ないけど悪で指示なしと。さあもう能力の方はね、本当に敵が弱く見えてしまうと思うんですけど、はい、ポリトカ戦やっていきましょう。どういう戦いするかな。速攻対局変化で終わるっていうオチも、あ、なかった。お、キッス挨拶代わりの食らったお、あ、ただガッツ削られたけど、やはりガッツ回復が早いんで、お、怒りのお前のキスはいらねえと怒ってんだ、コナキ。ポリトカがコナキを怒らしてしまいましたね。はい、とまあこんな感じですぐに終わってしまったと。はい、じゃあ本データの方に行って新技使っていきましょうか。はい、そして本データの方に来ました。ここでねもう新技を覚えていて、はい、出ましたね。賢さ技がついに来たとはい、これですね、メタビーム、賢さタイプの悪技で、超必殺で消費ガッツ50、ダメージ B で命中 D、 ガッツダウン A でクリティカル C と。どうなんだろうな、確かにガッツダウンはすごいんですけど、消費ガッツ50っていうのは結構重いですよね。はい、じゃあこれ使っていきたいなと思います。まずはねこの公式戦で3、4体使えばいいかな。さあしっかり試していきましょう。よしと、誰が出てくるだろう。お、まずザグレフから。よし、じゃあこいつ相手に決めていきますか。どうだろうな、メタビームどっち系かな。このノロノロ行く光線なのか、もう早く高速で飛んでいくのか、どっちだろう。変えて変えて、これですね、メタビーム。何パーセントある ?78、 まあまあだな。どう、おマジでマジですごいためあったな。ちょっとちょっと、あ、打てないそうかそうか、ガッツ足りてないのか。これはちょっと面白いかもメタビームっていう感じだったな。ちょっともう一回見たい。じゃあ続いてプロメテウス、こいつにも使っていきましょう。威力はそんなに出てなかったのかな、一発ではなかったから。メタビーム85ある、速攻連打でなんだろうなんだろう、あの光を集めてからめちゃめちゃ早く打つなてかもう普通に 80% ぐらいが外れてるっていうね、もう毎度のことですけどよし、なんだろう、ここ急になんだよ、すごい急に出るいきなり出るな、本当に。あれ出ないのかなと思った瞬間に出てるっていうね。いや面白い。じゃあ透けてる3兄弟にはちょっとガッツを貯めて打ってみますか。どれぐらい威力が出るか。さてまあ何でも打ってもらってどうぞてかこいつらあんまり透けてないな、ゲル入ってる割に。水色3兄弟と言うべきかな。デスドミノ、まあ技のね名前だけは立派なんですけど。さてと離れて、よし 88%
561、あ、すげえガッツ削ってんな。ガッツがなんかビーム打つときこっちも食らってないかゆらゆらゆらーってしてるけどこっちも食らってない自爆ダメージはないんだな。さあ最後でいいかな、これでオールドーフこいつでもうね、終わりにしたいなと思います。 62% か、ちょっと貯めていくかな。もしかしたらメイドの土産が見られるのかも。打たないか、出しもしないなこいつ、出せよ当たさないか、うわ来たね、もう入ってきた。であればこれで71% がそんなに打てないんだよ。何発ぐらい、4発打てるかな、微妙なところだな。よしもう一丁メタビーム食らってる食らってる、ウルトラマンのビームっぽいな。何だったっけ、誰か額から撃つやついなかったっけ、太郎だったっけなそういうやつとちょっと似てるかも。あの触覚みたいなとこから出してんだ、へえ。であと10秒撃てるかな、4発、あギリ撃てるな、まあ、相手次第なんですけど、最後のメタビームかわされたか。はい、じゃあこんなところにしてね、次はモスト戦で、はい、戦っていきたいなと思います。さあモスト戦の方に来ました、やっていきましょう。でハゲが来ますね、はい来ましたとで格ゲーも言いましたと、であとはもうボコるだけですね。よし、まあ作戦としては普通に対極変化打っていって、で最後メタビームで決めたいな、あのウルトラマンのねスペシウム光線的な感じでいきたい。あでも対極変化で一発あるかな、もしかしたら一発かもしれないから、ちょっと打っていくか。まさかクリティカットやばいな、あ当たらない、ちょっと当たらないぞちょっと何かで当てていかないとまずいかも。いやでも信じてる、よしかわして、回避があるのがでかいな。もう一丁、くっそこの野郎撃てねえぞあんまりガッツ使うと撃てねえんだぞ、うわまずい、これ負けあるぞ、ちょっとこれで安定の、まずいまずいまずい、やたろってくんな、マジで何これ、えマジでマジでちょっと混乱してる混乱してる、お恐る、え何これ、おうおうビビったな、もうマジでと思って、何もできんみたいな最後の方もう黙り込んでたからな、負けたと思って、いやこういうことあるんですねおいおい勝ったと思ったでしょ、残り5秒まで内心もうブチギレてるだろうな、この負け方だったらもう当たってろよみたいな感じだもんな、いや危ない危ないここまで当たらないことがあるとは、あよかったよかった、あとはまあバグに気をつけるだけですね、しっかり殿堂入りして、いやーしっかりメタビーム使っといてよかったもう使える展開じゃなかったですね。で入れますよと、はいと、小豆洗いいんのか、じゃあ塗り壁、カニ坊主面白いかな、塗り壁かな、よしで、おお成長した、マジで限界突破、ゼロじゃねえかゼロじゃねえか、なんだよ少し成長したって、あ来たお花、お花あげるとねこいつがおかしいんですよね、これおかしいな本当にお花かな、葉っぱの部分を欲してるんじゃないかな、はい、ということでねパークの方に行きたいなと思います。さあ電動の方を見ていきますか、こいつらは
あ、モッチ砲とかだったっけ。あ、モッチ砲なんですね、大モッチ砲で、こいつが体育座りっていう究極の体育座り、ぐるぐるアタックで、コナキがマジでマジでちょっとすごいなんかダサいなダサいなちょっと足が上がりきらないみたいな感じになってるな。ここまでしか私上がりません的な感じかな。なるほど、すごい斜めになってるなで結局戦績は46戦46勝で 32KO。 まあこれはね結構敵に棄権されてしまっているんで、はい。で結局ランクのところも9年ぐらい空いてんのかな、S で、はい、やっぱりバナナをね5年したっていうこともあってかなり空いていますね。はい、コナキジジイの殿堂入りポーズはこうでした。まずまずかな。はい、ということで今回でね無事殿堂入りしてくれました。まあ当たり前ですけどね、これだけ能力強ければ。で10歳10ヶ月とおじいちゃんだもんな。で今回覚えた技のこのメタビーム、やっぱりね結構面白かったな予想外ではあったかな、思ったより全然すごい技だったっていう、はい、感じはありましたね。まあ技として強いのかと言われたらちょっと微妙な気もしますけど、まあ本当に見た目自体はね面白かったなと思います。そしてですね、あともう一つ覚えてない技があるので、それを次回覚えて、はい、あとはねちょっとこの余裕ある地とか、まあ体型は今の感じでいいんですけど、そういうのも調整してね、はい、次回しっかり完成させたいなと思います。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てやる気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。